上の発展っていうのができるのかという非常に疑問点を持ってますよね。そして、まあ、そういう高齢化社会とかいろんな、まあ、問題を抱えているのを果たして解決できるんだろうかっていう不安感ありますよね。だからそれは当然、まあ、経済的には豊かになるどころか衰退する可能性ですよね。少子化していく中で、実際に今まで通りの生活水準が保てるのかっていうことに対する不安もありますよね。それでもまあ期待したいなっていうところが多くの日本人の心理だろうとは思うんだけども、何よりもだからそこを優先しているわけですよね。けどまあ実際のところそこに頼り切っていいかっていう話ではないんだろうなと思います。2006년시작된1차집권이실패한후아베는절치부심했다그는2012년선거에나서면서일본병치유를제1의목표로삼았다일본국민들은경제회복을슬로건으로내세운아베에게다시한번기회를주었다아베신조금호内閣総理大臣に指名することに決まりました。日本は今15年苦しんだデフレから脱却しようとしています。このチャンスを手放すわけにはいかない。アベノミクスで雇用を増やし、所得を増やし、地方を元気に、国民生活を豊かにしていきます。景気回復、この道しかない。이길밖에없다는절박한호소는일본국민들을움직였다일본은지금아베노믹스를내걸고일본병20년과싸우고있다과연일본은성공할것인가これまでずっとデフレは問題だとみんな認めながらね、正面からこのデフレにと戦おうと、解決しようと、誰もやってくれなかったんですね。で、みんな怖かったんですよ。でも、安倍さんはこれしかないと、この道しかないっていうね、There is no alternative, TINA っていう言葉ありますけど、まさにこれをやらないと日本はもうダメになると、ギリギリまで追い詰められたんですね。